どうも、有山ハチコです。どうも、霊夢です。今回は、J1 リーグ第2節、横浜 F マリノス戦について語ります。私は気づいたことがある。何よ？いきなり。やっぱり価格的分がいいぜー。相手は監督が変わって状態が良くないとはいえ、理想的な勝ち方。いやらしい宇野ゼロ勝利。酒がうまい。マリノスにアウェイで勝ったことがなかったなんて知らなかったけど。そんなこととは関係なく、開幕戦がモヤモヤした結果だったから、喜びも大きい。実は私は試合前日に動画を一本出そうと思っていた。その内容は、4失点はもう嫌だ、失点は3点までに抑えよう、ボロ負けしなければ OK、と熱弁する内容だった。出さなくてよかったぜ、演技でもない。まあ、それくらい勝てる気がしなかった、と。そんな試合のスタメンがこちらになります。前節からは小田に代わって湯沢がスタメン。ベンカリファ、宮、グローリの3人はまたもベンチ入りすらせず、と。え？意外とヤバい状況なの？という陣容。控えは前節に続き、後ろの選手ではサイドの選手が2人だけ。本格的にヤバい匂いがしてきたぜー、という感想。そんな、まだ2節なのにすでにスクランブル状態、で臨んだこの試合、中身を見ていきましょう。スタッツを見てみると、ボール保持率もパス成功数も相手の方が圧倒的に多いけど、枠内シュートはこちらの方が多いという、狙い通りの展開。比較的高い位置で奪ってからショートカウンター、という流れで、ゴール前のウェリントンの頭に合わせる、という形が2、3度あった。狙い通りの展開。後半になってもこの構図は変わらず、同じような数字。しかし、終盤は完全に守り一辺倒になりながらも、結局、最後まで枠内シュート数はアビスパの方が多かったのは意外。攻められてはいたが、最後の最後はやらせなかった。という我が軍らしい勝ち方。こちらの後半の枠内シュートは結局、ゴールになった一本だけというのも、らしいといえばらしい。まあ、一点取った後は、わかりやすくカウンター狙いに切り替えたからな。そう、なんといってもその得点シーン。良い流れで取れたわよね。そうだな。始まりは茂みがピッチ中央でボールを受けてドリブル。田代に渡して、茂みはそのまま相手を一人引き連れてサイドに流れていく。田代はサイドに張っている前島へパス。その前島はボールを受けに降りてきた岩崎に出す。岩崎は相手センターバックを一人引き連れているし。前島もパスを出した後、一人を引き連れたまま、岩崎がいたスペースに入っていく。岩崎も無理なことはせず、寄ってきた前へ渡す。そしてここを、前が顔を上げた瞬間、茂みが相手の逆を取る動きでスペースへ飛び出す。はいこれー、この形、よく見まーす。ただし、やられる方でー。3-3、マリノス、川崎にやられてきたこの形。相手のボール回しで立ち位置をずらされずらされ、最後に大きく空いたサイドのスペースを使われる。今度はこちらが見事に相手の得意な形をやってやりましたよー。やればできるんですねー。どこまで狙ってやってたんか知らんけどー。素晴らしい。そのまま茂みが持ち出すと、前島、岩崎、ウェリントンがそれぞれ相手の注意を引きつけて、遅れて入ってきた今野がフリーの状態。茂みもよく見ていた。今野のシュートは相手に当たってラッキーだったが、ダイレクトで振り抜いたところに勝ちがある。あそこでボールを止めていたら、キーパーが準備する間ができてしまった。よく抑えて枠に飛ばした。素晴らしい。で、ここから先はわかりやすく、構えてカウンター狙いに切り替えていったわね。そうだな。守ると決めたら我が軍は固い。ここからは奈良の統率力がすごかった。きっちりチームの意思を統一してみせた。頼れる男だ。そうね。そんな頼れる男に率いられたこの試合、やっぱり肝は無失点で抑えた守備よね。長谷部監督が仕込んでいた可変守備。そうだな。効果的だったのは間違いないだろう。開始直後、まず気づいたのは今野の守備時の立ち位置。前節に続いてボランチと同じ列に入っていた。前線に張り出してボールを取りに行かない。今をときめくシャビアロンソ先生が参考にしているという噂の、我が軍の 5-2-3 ブロック守備を放棄し。5-3-2 で手堅く守るようにしてきたか、と思っていたら、ボランチの列に4人いる。多分先生は誠以外の長谷部は知らないと思うけど、それは置いといて、この守備の形、一時的なものかな？と思っていたけど、試合を通してずっと、ミドルで構えるときは 4-4-2 で、自陣深くまで運ばれたら 5-4-1 に切り替えるっていう、なかなか複雑なことをやっていたわよね。そうだな、しかし、実は前島を1列上げて 4-4-2 に可変させる、この予想外ないって。実は去年のマリノス戦でもやっていた。去年は 5-2-3 の形から、守備時は今野と山岸を前に残して、金森と前島がサイドハーフを担当、グローリがサイドにずれて4枚で守る形をとっていた。
しかし、去年は金森と前島の立ち位置がはっきりせず、なんか4-4に一歩く見えるなくらいに思っていたが、昨日の試合後の前島のコメントによれば、自分が上がって背後に穴を開けるのが怖かった、とあるので、去年はなおさら、背後を気にしながらの中途半端な位置取りになってしまっていたのではないかと推測する。ここに長期政権のメリットを感じる。去年いつもと違うことにチャレンジしてみた。でもあまりうまくいかなかった。それでも、少しずつ調整して再チャレンジしてみたら、うまくいった。劇的な変化ではないが、トライ&エラーを繰り返して、勝利へつなげたところにグッとくる。なるほど。なんかグッと来てるところに申し訳ないけど、そもそも4-4-2にして何が良かったの？説明しよう。そもそも完璧なシステムなんてないので、どんな形を組んでも絶対にどこかに穴は開く。4-4-2 なら、ここ。5-2-3 なら、ここ。で、マリノスとか川崎のようなボール保持が得意な強いチームは、このボランチの脇を使うのが異常にうまい。そして我が軍は、マリノスや川崎とやるとき、いつもここを上手に使われてやられていた。ほうほう。で、4-4-2 にすると、それがなくなるの？完全になくなるとは言い切れないが、この試合ではかなりうまく守れていた。4人の防波堤を2列作って真ん中をがっつり固める。これで、外で回されることは容認して、真ん中に入るパスはしっかり防ぎ切る。得点シーンにつながるパスカットのシーンなどがわかりやすくて、相手ディフェンスラインからハーフスペースに入れてくる縦パスを、中盤の4枚の防波堤でカットして攻撃につなげた。なるほど。でも、だったらいつもこれをやればいいんじゃないの？やってもいいだろうが、長谷部監督はこのシステムを採用した理由を、普通にやっても勝てる相手じゃないから、と語っている。随分とぶっちゃけた発言ね。そうだな。でもそれくらい負けっぱなしだったということだろう。話を戻すと、なぜいつもやらないかといえば、監督の言葉通り、普通にやれば普通の相手には勝てるからだろう。例えば、前節の札幌戦。田代と井上、特に田代がここに入れてくる縦パスを何度もカットできていた。ところが、エウベル、ヤンマテウス、川崎のマルシーニョあたりになってくると、この縦パスを平気でキープする、そこから簡単に前を向いてくる。普通にやったらこの質で負ける。そういう相手には特別な対策が必要で、普通にやって勝負できる相手には普通に戦う、ということだろう。なるほど。いつもやらない理由は他にも、前島の負担がすごく大きそうだしね。それは絶対あるだろうな。かなりきつそうに見えた。とにかく、気持ちいい勝利でした。というわけで、はっそこでベロスポルトのコーナー。長石、6.5。37分のコーナーキックからのこぼれ球、85分のヤンマテウスのゴール前混戦からのトーキックシュートなど、何度か決定的なピンチがあったが、危なげなく守り切った。プレイも試合中の表情にも安定感が感じられて良い。湯沢、5.5。総力を生かした安定の守備や、ウェリントンのシュートへ繋がるクロスなど、攻撃でも良さを出したが、繋ぎの場面ではキックの不安定さが目立った。井上、6.5。前節に続き、安定したプレイを披露した。彼のサイドから大きくやられた、というシーンはあまりない。自慢のキックで前線へのロングボール、サイドチェンジなど積極的に配球しようとする意図は良かった。なら、7.5。いつものごとく、魂のシュートブロックを見せた。体を投げ出す守備はもちろん、サポーターを煽り、味方を鼓舞した。後半半ば以降の、ゼロで終わらすぞ、の意思統一は彼がいたからこそ。リーダーとしての振る舞いに加点。田代、5.5。立ち位置を変える前島をフォローする、難しい役割を見事に果たした。しかし、苦手なスピードドリブラータイプのヤンマテウスとの1対1は、かなり分が悪かった。前島、7.5。守備の形を可変できたのは、彼の判断力と運動量があってこそ。大きく目立つことはなかったが、その働きは称えられていい。得点のきっかけを作ったのも彼で、影の MVP 的活躍。前、6.5。前半はミスも多かったが、結局、守備面で最後に空いた穴を塞いでいたのは彼。茂みが自由にサイドやゴール前に出ていけるのも、彼のバックアップがあればこそ。やはり存在感は大きい。茂み、7。先制点のお膳立てはお見事。相手の意表をついた位置取り、そこから冷静にフリーな人間を見つける落ち着きなど。攻撃においては良さを存分に発揮した。守備においても奮闘したが、腰の高い守り方は気になる。岩崎、6。走行距離14キロで、スプリント回数27回は、もう化け物。井出口でも走行距離14キロは記憶にない。異常な脚力だ。
今日本で最も前田大然に挑戦できる男かもしれない。しかし、その脚力が結果につながっているかといえば、疑問。彼をチーム戦術にどう組み込んでいくか？少し時間をかけて見ていきたい。ウェリントン、6.5。前節に続き、よく走った。守備の戦術理解度も高い。前半に何度か、岩崎、湯沢からクロスが上がり、惜しいシュートシーンもあった。後半はバテたが、それでも交代させられない存在感があった。今野、7.5。得点シーンはお見事。ダイレクトできっちり枠に収めた技術はさすが。得点以外にも、特に前半、右サイドからゴール前へ鋭いクロスが飛び、相手が嫌がっているのが分かった。ここで脅威を与えられる数少ない選手だった。途中出場、松岡、6。短い時間だったが、相手に向かっていく守備の迫力はさすがだった。もっと長い時間見たい、と思わせるプレイだった。途中出場、小田、亀川、評価なし。開幕後、2戦して1勝1分け。悪くない滑り出し、ただ心配なのは、一体いつになったらフルメンバーが揃うのか？と思っていたら、なんだか謎のイラン人獲得の噂が出たけど、その後、さっぱり情報が出ないわね。ああいうのは、オフィシャルの発表があるまで、本当か嘘かわからない。考えてもあまり意味がない。確かにね。私もそんなに情報を追っているわけではないわ。その姿勢が正解だ。私も知っていることといえば、28歳のイラン人のフォワードで身長は187センチ。体つきからすると、ゴリゴリのストライカーっぽく見えるが、足元もそんなに悪くない。ボールを受けに降りてきて、結構簡単に反転して前を向いたりもする。つまりパワーのみが売りのヘディンガーとかとは違うようだ。さらに、海外のチームにもいくつか所属していた経験も大きい。日本が初めてクラス外国だったりすると、まず生活に慣れるのに時間がかかる。その点、過去に韓国にいた経験。お前、ウィキペディアから、YouTube 動画まで、全部見てるタイプだな。見るよ見るさー。そや見るさー。我々は、来るもの拒まずー。戦力になれば、誰でもウェルカムやでー。やめろ。ハチコが来るかどうかもわからない助っ人に夢を見すぎているので今回は終わるよ。試合の感想、選手に対する評価をコメント欄で教えてください。高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた。